会場にお集まりの皆さん、ごきげんよう。ありがとうございます。誰が呼んだか、草のカリスマ、千葉県は千葉市より参りました、今最も脂が乗ったよさこいチーム、カラスでございます。これから踊らせていただきます曲名を、カラスナンバー7、7と申します。物語は、とある神社、一対の狛犬が、神様の気まぐれから、命と名前を授かるところから始まります。鳥居を伝って流れ込んだ命は、狛犬たちを目覚めさせ、彼らは舞い、歌います。しかし狛犬たちは、自分たちの名前の意味を知ります。彼らの名前はアウン。物語の始まりと終わりを意味する言葉です。やがて疑心に帰ると気がついた狛犬たちは最後世界に願いを込めます。名前ある者たちが名を残すために成り上がる世界、カラスナンバー7、7、喉から血が出るぐらい気張って踊らせていただきます。お付き合いどうぞよろしくお願いします。Thank you.
カラスの皆さんでした。どうもありがとうございました。